はい、こんにちは。まーちゃんねる前原です。はい、今日はですね、えーしんくんとパパで選んだ、まーちゃんねるの好きな寸劇10選をお送りしたいなと思いますね。はい、これまでですね、大変多くの寸劇をやってきまして、その中でうちらが好きなやつ、まあ、パパも好きなやつ、えーしんくんが好きなやつをピックアップして10個選びましたんで、これからご覧くださいませ。ちょっと長いかもしれないけどね。じゃあご覧ください。私はダースマイちゃんね。最後にパパのマスクを外してくれ。パパ、パパ。エシン君、あと頼んだぞ。パパ。Good. Your hate has made you powerful. Now fulfill your destiny and take your father's place at my side. Never. I'll never turn to the dark side. You've failed, Your Highness. I'm a Jedi. Like my father before me. So be it. Jedi.Now you experience full power of the dark side. Power! Unlimited power! Don't be serious, it's a joke! At last, we reveal ourselves to the Jedi. At last, we have revenge. You don't belong here. I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for. Hey, who are you? Get out of here. So, where are you? Luke? Vader? Where are you? Oh. Where are we going? Where is my power? Oh. 野郎ども、総攻撃だ。から先は倒産。私たちがここは守るわ。よし、お前たち行くぞ。うわあ。うわあ。お前たちどうなってるの？ああ。隙あり。うわあ。くさ。どうだ。うわあ。うわあ。隙あり。うわあ。よし、今だ。アルバート、大丈夫かしら？オスは大丈夫じゃ。お待たせしました。おお、助かった。助かったわ。何？あれはフォートレックス城。
みんなで力を合わせて倒そう。行くぞ。うおー、たん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 、こっちも行くぞ。うおよし、とどめだ。何もなくなっちゃった。ちくしょう、覚えてろ。そうですね、初めて親子で宇宙飛行士として月に行くのですごい楽しみですね。はい、はい、僕は宇宙来たーって言いますよ。はい、僕は予約月の地面に立てたって言いたいです。そうですか。はい、あ、そうですね、そろそろ出発の時間だ。はい、じゃあ行ってまいります。はい。おお、ついに失敗された。どうねなんだ。おお、第一弾ロケットを切り離します。第二弾ロケットを切り離します。第三弾ロケットを切り離します。よし、では月の軌道へ行きます。月へ着陸します。ついに月に着陸しました。やった、ついに月の地面に立つ時が来た。よし、じゃあ早速外出てみようか。うん、月は6分の1の重力だね。やっぱ軽いね体が。うん、よし、じゃあこちら日本人だけどアメリカ国旗立てちゃうか。そうだね、早いもんでもう月とはおさらばだ。さようなら月。ボー、見えてきたぞ、再びドッキング。よし、じゃあ次は地球に向けて出発だ。やった、地球が見えたぞ、エイシンくん。よかった。じゃあついに最終段階、バキーンバキーン、パラシュートを開いて、やった、帰りた。あー、よかった。うん、うわー、ここって海だった。おやすみ。おやすみ。パパ、これ食べないでよ。大丈夫で、食べないよ。大丈夫大丈夫。はあ、罠が仕掛けてある。お菓子はどこだ。お、あったぞ。ならないようにいかないと。あれってゾンビじゃないよな。仕方ない、これ使うか。よし、くれ。あれ、あいつってゴーストか。ならばこれだ。火、水、地、風。うわぁ、残り時間は少ないが、今のうちに倒す。最後のマガジンだ。頼む、間に合ってくれ。どうしたの？出かけようか。あれ、もしかしてパパがゴーストだったの？Thank you.
見つけた。あれがスターデータか。ありがとう、ビビエイト。え、無人のタイファイター？よし、もう少しだ。よし、じゃあスターデータに追い出すぞ。見つかったか。仕方ない。これかな。アクセスコード、マイチャンネル。このメッセージを開けたということは、エシン君、君なんだね。パパ、今から言うことをよく聞いてほしい。パパはダークサイドに落ちそうだ。だがその前に、今起こっていることをすべてエシン君に伝えておこうと思う。すべての悪の根源はダースマイチャンネルではない、マイパティーンだ。え、マイパティーンだって？マイパティーンはエイシン君のことをダークサイドに落とそうとしている。そのためにマイパティーンはダークサイドにパパを落としたんだ。すべてはエイシン君を誘うためだ。いいか、絶対にダークサイドに落ちてはいけないぞ。マイパティーンはエイシン君をダークサイドに落とすためにパパのクローンを大量に作っている。だが本物のパパはエイシン君のことを絶対に攻撃したりはしない。ダメだエイシン君、そろそろ、お別れの、そろそろ、ダークサイパパ、そろそろ、なんてことだ。ダースマイチャンネルは一人じゃない。ダースマイチャンネルはまだいる？私はダースマイチャンネル、ブルー。ダースマイチャンネル、ブルー？だったらこうだ。激しい戦いだった。ん？なんだ？まさかそこにいるの？エイシン君なのか？その声は！これが我がドンドンアルマゲの真の姿だ。な、なに？なんてこと。ドンドンアルマゲの正体は鹿さんだったのか。よかろう、これから俺たちの伝説が始まるぞ。
行くぞ、エータロウ。分かったのに、行くぞ、スーパーキラーを呼び出す。よし、行くぞ、エータロウ。伝説が始まるぞ。ギガント砲など、今は取るに足らんわ。うわぁ、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 強いな。やはり、どんどん丸曲げは強い。キュレンオー、今度はスーパーキュレンオーだ。うわ、スーパーキュレンオーとて同じこと。自分の武器が取れたようだな。やはりこのドンドンアルマゲ様は宇宙一だ。よし、エータロウ、旧魂だ。分かったのに。ちょっと待って、俺は呼び出せない。ああ、そうだったな、エータロウ。俺様が合体させてやる。これで倒してやる。完成、キュート魔人。うすらでかくなったな。これはどうだ。そんなバカな。耳だ。よし、どんどんアルマゲ刮目せよ。エタロウ、とどまだ。くらえ、どんどんアルマゲ。何、こんな至近距離から。よっしゃラッキー。見たか、どんどんアルマゲ。伝説が始まったぜ。よっしゃラッキー、キュレンジャーありがとう。俺はドラゴンか。今日も生かしてるぜ。何？ドラゴン！助けてー！助けてくれー！おい、ドラゴンか！俺たちを助けてくれー！お前ら、捕まったのか！なら私が助けてやる！助かったぜ！ありがとう！さあ、あとの2台を助けよう。よし、俺が先に行く。あー、ダメだ。次は俺だ。あー、ダメ、届かねえ。最後俺が行く。ありがとう、助かったよ。どういたしまして。俺も助かった。ありがとう、ドラゴンか。よかった、2人とも無事で。ごめんなさい。おい、お前ら、おい、なんで動いてんだよ、この野郎。撃たないで、ごめんなさい。逃げてすみませんでした。どうか命だけは助けてください。しょうがねえな、もう一回だけチャンスをやろうじゃねえか。どうだ、3つの仕掛けを用意してやったぞ。3つの仕掛けの中に入ってる鍵で親父の爆弾を取り除かないと、お前らは死ぬ。せいぜい3分間の地獄を味わうんだな。俺はその間にこの家を物色してとんずらさせてもらうぜ。じゃあな。せいぜい頑張れよ、お前ら。
いった。うん。鍵、え、動いてる。よし。よし、エイシン君、もうあんな思いしてまで許しちゃおけない、あの泥棒捕まえよう。絶対捕まえる。どうだ、どうなんだ。この家は何もいいものがねえな。おい、あ、エイシン君来た、隠れて。どうなった、お前なんで出ちゃう。どりゃ、おおおお、よし、よくやった。はあ、これで泥棒撃退だね。うん、捕まっちまった。お前は警察行きだよ。すいませんでした。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いっぱいやったね。いっぱいあったでしょう、うん、ね。みんなが好きな寸劇はこんなのあったかな。あったかな。もしね、この寸劇僕は好きだなってのがあったらコメント欄とかで教えてくれると大変嬉しいですね。はい、ということで、ちょっと長い動画になっちゃったけど、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつもっとコンテンツますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。